今まで振り返ったことないかもしれない、自分の人生を。あ、そう？うん。歌手っていう道をもう一回死ぬ気でやるのか、やっと見つけたのよ、本当に自分が書きたいものっていうの、私のそばには歌があった。そして今日も私はこうして歌を歌ってる。手のいいお嫁さんになるのが夢だった私は、今日もせっせとトイレをピカピカにする。おばあちゃんおばあちゃんありがとう、おばあちゃんほんまにありがとう。